はい、皆さんこんにちは。ヨゴマックスです。皆さん夏休み入ってどう過ごしてでしょうか？いや、とにかく暑くて外に出る気ないんですけど、ずっと家にいてもしょうがないんで、宿題もあるんでいっぱい宿題やって、パソコンやったりしてたんですけども、さすがにずっと家にいるのもなと思って、今日ちょっと友達から教えてもらってちょっと面白い商品買おうかなと思って。やっぱ夏と言ったら辛いのって皆さん想像しませんか？夏と言ったらやっぱ辛いものを食べたくなりますよね。こう、わかりますか？でカレーを食べたりとかあるんですけど、あんなんじゃダメですよ。本当に辛いっていうのは違うんです。それを私今日買ってまいりました。わざわざこの商品買うだけに1時間ぐらい2時間ぐらいかけました。家の近くにないので、わざわざちょっと遠いんですけど電車で行ってきました。今一人でもう本当にバカみたいです。正直ですけど、この暑いね夏と言ったらこれです。もう開けちゃいましょう。それがちょっとこれすごいですよね。じゃん、デスソースでございます。いや、さすがにこの暑い夏って言ったら辛いもの食いたくなっちゃったんで、どんだけ辛いのかって、正直言うと僕暴君ハバネロというお菓子ありますよね。あのお菓子で、ハバモリっていうのが一時発売されてましたよね。辛さ10倍だっけな、あれ食べてちょっと僕死にかけたんですよ。辛すぎて、あれで結構僕死んだんですけど、今回、買ったのはデスソースの、特にこれ辛いやつらしいです。お店の人に聞いたら、これ辛いので本当に危ないですよみたいなこと言われたんですよ。ふざけちゃいけませんね。でこれかっこ激辛って書いちゃってあるんですよ。もうやばいんですよ。ちなみに名前がですね、サドンデスソースかっこ激辛、もう死んじゃいますかも。ということでちょっと調子に乗って、飲み物はなしでいきます。ちょっとこのドクロがすごい怖いんですけど、で早速開けてみましょう。ちょっとでも鳥肌立ってきましたやばい、ちょっと怖いな。でもお、あ、これキーチェーン、これあんまいらないんですけど、これ980円ぐらいしました。結構高い。ちょっと待って、怖いな。ちょっと本気で怖くなってきた。開けます。開けました。匂い嗅いでみます。ん、うわ待ってください。正直言っていいですか、この時点でちょっと俺アウトかもしれません。トマトっぽい香り、これまずいんじゃないの。ちょっとじゃあちょっと、これほんとまずくないか。ちょっとな、ちょっとだよ。ちょっとつたまもに多くなっちゃったよ。ちょっとこれでもちょっと多いのかもしれません。見えますか、ちょっとペロって。あいた。てな感じで今動画見てもらったと思います。ちなみに今撮った動画はですね、買った当日に撮影をしたんですよ。家帰ってきてだったんですけど、食う勇気なかったんです。で頑張って食ったんですけど、もう放送できるレベルじゃないんですよ。もう放送禁止になっちゃいます。放送事故です、あれは。ということであえて今回流しません。ということでリベンジみたいな感じでやっていきますが、ちょっと超怖いんですよ。正直食べるのにこんなに勇気がいるっていうのはね、いや、ありえないですから。本当にちょっと食べただけで放送事故レベル、ありえません。僕辛いの平気だって言っても、これハバモリってお菓子あったじゃないですか。ハバネロのなんかパウダーかける辛さ10倍、あれでほぼ死んだ状態ですから、これはもうそんなレベル違いますから、正直言ってこれ日本で売られてるやつって一番辛いんじゃないですか。本当にマジで辛いっすよ。ということでもうリベンジ行きましょう。ということで以前調子に乗って飲み物なしで行きますとか言ってたんですけど、もうほんと死にます。もうあれ正直映像マジ流したらもう最悪なことになってますから、今回あえて流しませんから、ご安心ください。ということでリベンジ行きます。ちょっとすごい緊張するんです。今朝の9時なんですけど、めちゃめちゃ緊張しております。では
とりあえずファンタグレープを用意しました、うん、怖いのでも開けときますこれ。じゃあちなみに言っときますけど、この間飲み物飲んだんですけど、飲み物の効き目なかったんですよ全く。飲んでる時は一時的に平気なんですけど、飲み終わって何にもしてない時めちゃめちゃ死にます。で辛いというか痛いんですよあれ、本当に地獄レベル、うん、これ罰ゲームとかでよくアイス酸っぱいのめっちゃ酸っぱいの飲んでいただきますとか言ってるけど、これ罰ゲームで使用しちゃダメです。もう本当に死にます、確実に死にます。これ飲み物多分 500ml も1杯なんてあっという間ですよこれきっと、うん、2リットルあっても効かないかもしれません。氷が一番効くと思います。うん、ということで恐怖のチャレンジやっちゃいます。いきます。ちょちょっと、あのこのスプーンというかあれに取っていきます。いやマジ緊張するわ、これ匂い嗅ぐと目がもうほんと死にますから、匂い嗅ぎません僕で。この正直言って、あもう匂いしてきた。いや本当に僕地獄ですこれ。まあ普通これそのものを食べるっていうのもおかしいんじゃないですか、ね、やばい、いきます。やばいやばい、カラ飛んでいっちゃいそう。うわっやばい、ガーガーカラ、いたた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 た、うんうん、痛い、喉が痛い、はい皆さん拍手しましょう。痛い、炭酸も効き目ないよやっぱり。なんであれだけですよ、見ました、あの痛い、何にも喋んないとね本当に痛い、伝わらないと思います皆さん。あの一回気になる人買ってみてください。もうあの量ですよ、あの量でこれですよ、やらせじゃないんです、マジでやばい。あいたー、でこの間舐めただけなんですよ、舐めて飲み込まないで、しかも今豪快に行きましたけどペロってちょっと舌に当たったぐらいで、いやーっていうレベルだったんですよこれ。今回勇気ありました僕、あの量を全部食べて一気に、あいだ、今も痛い本当に怖い。ああこれ辛いというかね、痛い、ものすごく痛い、気持ち悪いよ。ここがね、このね、ここの辺りからここにかけてめちゃめちゃなんか熱くて、やけどしたんじゃないかこれ。もうダメだ、辛っ。皆さんももし買ったら食べてみてください。でも買うわけないと思いますが、980円ぐらいしました。980円も無駄遣いって感じでした。うわー、でも頑張って食べていこうと思います。